九龍駅は、香港九龍油センサ管区にある、MTR 東遊線と機上回線の駅である。東駅には、搭乗1時間30分前までであれば、香港国際空港の航空機への搭乗手続き、及び受託手荷物を預けることができる、インタウン、チェックインと呼ばれる施設が設置されている。高深志向高速鉄道の香港西九龍駅も、すぐ近く。エアポートエクスプレスでは、 利用客の利便を図るため、九龍駅から周辺のホテルとの間を結ぶ無料のシャトルバスを運行していた。九龍駅を起点として、ホテルや地域を一方向に循環するというルートをとっており、エアポートエクスプレス利用者は無料で乗車することができたが、2020年6月30日、限りで廃止された。サービス提供時の運行路線は以下の通りである。 駅の上部構造物やその周辺は、エレメンツという一大ショッピングエリアになっており、周辺には巨大高層マンションが立ち並んでいる。急流の中心部から外れた場所にあると MTR のルートの都合上、中間に向かう場合には、問題はないが、急流の中心地であるチムシアツィに行く場合には、東優先を使って、遠回りをする、路線バスを使う、徒歩で下、歌詞、 おさ駅まで歩き、西鉄線に乗って、とがりあずま駅に向かうといった手順を踏むことなる。ありがとうございます。